改めてありがとうございます。去年1年前にこう俺がステージを去るときに自分探しの旅に出ますっつってステージ降りたんですよ。僕ラブソングばっかり、ストレートラブソングばっかり作ってて、それ以外に自分が歌いたいことって何なんだろうって考えたときに、まずその悩みを歌にしようかなと思って、自分探し問題って曲なんですけど、OL かって言われましたね。その知り合いの田中くんって言うんですけど、聞いてください、自分探し問題です。気づけない、それはそれは今、追い越したい追い越せない、それはそれは未来、見つけたい見つかんない、それはそれは自分。お兄さんこちらほら、手のなる方へ左右前後全部偽物ばかり、お兄さんこちらほら、手のなる方へ、これかそれかどれか、またぶれた溶けた溶けた、いつかはが溶けた、さらさらやと言えるか、続けれない、それはそれは日々、分かりたい分かれない、それはそれは世界。そしてどこの誰ですか、すると見た映る顔は言いました、お前俺で、そしてどこの誰ですか。自分の答えよ、どこだ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 、自分よ答えよ、どこだ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 、無限増殖、どこだ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 、クエスチョンクエスチョン、溶けた、それでも溶けた、だらだらやと命はが溶けた、溶けた溶けた、いつかはが溶けた、さらさらやと溶けた。
ちなみにそうあの9去年9月の25日ねここでワンマンやって、それから1ヶ月メンバーとはもう誰とも会わなかったんですよね。10年ぐらいバンドやってるんですけど、どんなことがある時期なんて本当なくて、でその1ヶ月の間でお互い、まあ、曲が俺ばっか作ってきたから、ナミ君も武田君も曲を作ってこようってなって、で1ヶ月経ってあのスタジオで久しぶりっつって会って、でお互いこういう2人がねお客さんみたいになって、1人がギターを持ってナミ君も武田君も歌ったわけですよ、自分で作った曲を。でなんとね武田君はあのレゲエを作ってきて覚えてるのが歌詞のフレーズにニャーニャーって入ってた。なぜかというとなんかあの猫を飼ったらしくて正直もんだなと思って、でナミ君はナミ君でなんかパソコンのモニターを見ながらなんかオークションの画面でなんか買いたいものを漁ってるみたいな感じの曲を作ってしたりとか、あとはねあのあでもこの曲はいい作ればいい曲になりそうだなって思ったのは灰色っていう曲を題名の曲を作ってきてて、世の中白か黒か求めすぎなんじゃないかみたいな感じの、灰色でいいじゃないみたいな感じの曲を作ってきたんですけど、そうだけどって結局曲にならずって感じだったんですよね。その時に俺が作ってきた曲があの自分探し問題って曲と次ある、まあ、イマジンって曲なんですけど、想像力って俺あの世界の中で宇宙も含めて一番大きいものだと思うんですよね。想像力ってこうなんか思い浮かべれば、宇宙ってなんかでかどんどんでかくなってるらしいですけど、その先も考えればそこにたどり着けるわけじゃないですか。考えたら宇宙とか世界の中で一番でかいにもかかわらず誰も見えやしないっていうか。じゃあ聴いてください、イマジンです。教えて教えてこの世界の中で一番寂しい言葉はなんだっけ、愛して生まれて気づけばそうだって一番寂しい言葉はなんだっけ。教えて教えてこの世界の中で一番自由な場所ってどこだっけ、恋して振られて泣いて笑って一番自由な場所ってどこだっけ。
愛しいあの子と歩いてる。体はベッドの上のまま、愛しいあの子と歩いてる。教えて教えて、この世界の中で一番足りないものってなんだっけ。壊して作って、それまた壊して、一番足りないものってなんだっけ。ありがとう。